こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回は、ついに新キャラ実装来ましたね、また。異教エルジオン地方の新しいガチャがやってまいりましたと。で、更新されてすぐやりたかったんですけど、どうしても仕事の都合で全く触れなくて、で、まあ、アップデートして、その時も、あれ?なんか、開けないと。いうところで、ちょっと詰まってしまいましたと。ただ、僕はね、このゲーム、マジでずっと続けていくので、当然のように引いていきます。で、以下のキャラクターが登場するようになりました。あと、月葉ちゃんと。そうですね。僕は、こうなんか、こういうタイプの子が、まあ、女の子の話すんのもあれなんだけどさ、こういうタイプの子が、好きとか嫌いとかではないかな。ちょっとわかんないね。関わってみないと。というところではあるかなと思います。ただなんか強そうな雰囲気を出しているので、こいつは普通にキャラ性能として取っていく必要があるかもしれませんね。なんかツイッターとかでも、月葉ちゃんは引いといた方がいいよみたいな話があるので、まあなんとか手持ちの石で引けたらいいなと思ってます。で、今回は、月葉、シオン、ニケ、オトハ、アカネ、おまち、リンリ、この辺が確率アップしてますと。で、月葉ちゃんはなんとシオンと同確率と。ちょっと本当お願いなんで、新キャラ確率上げてほしいっす。で、天に向かって行っておきましょう。もしかしたら変わるかもしれないですね。あとは、ニケ、オトハ、アカネ、小町、この辺のキャラが確率アップしてますね、と。くらいかな。はい。で、天命がマックス行くとアイテムもらえるんですけど、まだ僕は、関係ない話ですね。というわけで、なんとか、1万個用意しています。これで、なんとか引き切れればいいかなと、思っています。行きましょう。なんとか行きたい。なんとか行きたい。なんとか10連くらいで終わりたい。で、アナザーエデンも、iPad の方に、アプリを移動させたんですけど、どうでしょうか?結構いい画像、画質で言ってると思うけどな。10連紙引きがいい。でも金の扉出る気配ないぞ。おお。ずっと緑いいぞ。おー、フェルミオン。これは嬉しいよ、普通に。素直に。やっぱ星5キャラが天命上がるとね、結構嬉しいですね。これ、ラストかな。はーい。というわけで、一発目は、安定の爆死でしたと。さあ、20連目行きましょう。おお、連打するとこうなるんだね。やっぱ空いた時の楽しみとかあるんで、普通に演出は見ていきたいですね。お、お願い。おお、ちょっとい、ってことで、ユーインが出ました。違うんだよな、お前じゃないんだな。やっぱ銀扉から、そして緑からも、まあ、僕過去に1回、2回かな ?1 回ぐらい出たことがあるので、まあ、普通に期待しながら見ていきたいですね。どんな時もね。はい。確率アップしてるからね。煽り性能高いな、ドベーラ。小町。やっぱピックアップがちゃんと効いてはいますね。なぜ優位なんだ。もう嬉しいけどね。割と強いですからね。てか、火属性すごい強いんじゃない?今、火力が。凄まじいんじゃない?おお、ちょ、焦った。金扉かと思った。おお、よかった。惜しい。
5ではないにせよ。一応出ましたね。もういいんじゃないか、絶対で。ついでに出てくれてもいいよ。はーい、寝ろ。いや、声優さん誰でしょうね、今回。おほほ。よく出るな、お前。お、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 マジか。ここに来て、金扉来ました。これで出てくれていいぞ、普通に。パッ、パッと出てくれて。いやー、今回も良かったですねーって言いたい。あっちょー、違うー。もう一歩だったなー。一個上だったなー。はい。まあ、一応出てくれましたね。あら、あなたも宿命に縛られた人間なのですね。私は月葉、復讐の姫。しばし旅路を共にしましょう。我が妖刀に見入られないよう、お気をつけくださいね。はい、ということで、星4ですけど、月葉ちゃん出ました、と。で、もう用ないよね、さっきとか。多分。多分だけど。レベル1だよな。はい。で、ちょっとアビリティボードを全部お見せはできないんですけど、刀法と刀か。で、残攻撃2回。ああ、いいですね。全体攻撃もちゃんと持ってますね。で、自身3割ダメージの敵全体物理 25% ダウン。へえ。ああ、なんかそういう感じなんだね。残攻撃2回ですね。で、スキル強化で、火属性 15% ダウンか。へえ。なんか面白いですね。自称して戦っていくようなスキルが結構多いですね。なるほど。ちょっと持ってる刀もかっこいいね。黒刀って感じですね。はい。一応、つけちゃん出ましたと。で、僕あんまりまだ情報持っていないので、もし引かれた方がいらっしゃれば、星子こんな感じですよとか、使用感こんな感じですよというご情報をいただければ、すごく嬉しいかなと思います。で、やっぱなんかこの 0.4% を通していく、0.8% かを通していくのはなんか隣にシオンがいるからすごいきつい気がする。でキャラもやっぱ増えてきたので、なんかざっくり見ても3、6、9、あい結構いるもんね。12、15、18、まあざっくり20体ぐらいってことは、まあやっぱ 2% ぐらい、ここの星5の欄で 2% くらいの割合になるので、もうほんと3分の1弱。マジか。これはちょっと本当に、天の声に祈るしかない。お願いしますって。もうちょっとでいいんで、ちょっと確率を上げていただけると、もうちょっと行きやすいなって感じです。で、一応星4が出たので、まあ、ゆっくりと、クラスチェンジ狙いでもいいのかななんて思ってます。ただもうこいつがもう死ぬほど強キャラで、これ今引いとかないとやばいっすよね、もうさんと。いうコメントをお寄せいただける方が複数にいらっしゃったら、ちょっと考えようかなと思ってます。やっぱそのシェーネの時とかが、本当に、あ、これ引いといてよかったなと思ってて、シェーネいなかったら多分だいぶ戦力落ちてたんで、まあそういうキャラクターであるんであれば、まあ、ほぼというかまあ必須級なので、普通にもっと着たいなってのはありますね。うん。刀キャラなんだね、ピックアップ。はい。ということで、今回はなんとか、30連で、星4ですが、月夜ちゃん引くことができましたと。で、繰り返しになりますが、ぜひぜひ、星5で引かれた方、もしくは星4でもすでに使われて、あ、これ強いなと。あ、こんな感じで使ってますと。いうのをコメント欄で教えていただけましたら、非常に嬉しく思います。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。